アルビド・カールソンは、スウェーデンの薬理学者で、神経伝達物質のドーパミンと、そのパーキンソン病における働きに関しての研究で、知られる。共同受賞者のエリック・カンデル及び、ポール・グリーン・ガードと共に、2000年のノーベル生理学、医学賞を受賞した。カールソンは、歴史学者で後のルンド大学の歴史学の教授となる、ゴットフリット・カールシンの息子として、 スウェーデンのウプサラに生まれる。ルンド大学は彼が1941年に医学を学び始めるところである。第二次世界大戦中、スウェーデンは中立であったが、スウェーデン軍における軍務のため、彼の教育は数年間中断された。1951年彼はアメリカ合衆国の MD に相当する ML 及びアメリカ合衆国の PHD に相当する MD を取得した。そして彼はルンド大学の教授となった。1959年、彼はヨーテボリ大学の教授となった。1950年代、彼はドーパミンがそれまで信じられていたような単なるノルアドレナリンの戦後物質でなく脳の中の神経伝達物質であることを実証した。彼は脳組織内のドーパミンの量の測定方法を 開発し、運動に、重要な部位である、大脳基底核のドーパミンの量が、特に高いことを発見した。それから彼は動物に、レセルピンという薬物を与えると、ドーパミンの量が減少し、運動のコントロールが悪くなるということを示した。これらの結果は、パーキンソン病の症状に似ていた。それらの動物たちに、ドーパミンの潜具体である L ジヒドロキシフェニルアラニン、 を投与することによって症状が緩和できた。この発見は他の医師に人間のパーキンソン病の患者にエルドーパを試させた。その結果、パーキンソン病の初期の症状のうちいくらかを軽減できることが発見された。また、アストラ社において世界初のスリであるツェルミドを開発するがノーベル賞の受賞理由ではない。ツェルミドは キランバレー症候群という副作用が起きるために使用されなくなった。なぜうつ病の人が増えたのかと見たか達一郎2010年、検討者、ルネッサンス新書 ISBN978 から4から77906026798ページ。ありがとうございます。